中西新氏は、三重県松阪市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は東京ヤクルトスワローズのスカウトを務める。大加校では、保守として1977年秋季中部大会に、進出するが、1回戦で、刈谷校に、延長10回敗退。1978年春季中部、大会県予選でも準決勝に進むが、開成校に敗れる。 高校卒業後は、社会人野球の伝伝東海に入社し、同期の浜田智明とバッテリーを組む。1982年の都市対抗野球に出場し、1回戦で日産自動車と対戦するも、自らの敵自打で先制するが8回に逆転され、敗退。1986年の日本選手権では、エース、笠西隆と応用して決勝に進出し、 自ら本塁打を放って、チームの初優勝に貢献したほか、この大会では、優秀選手に選出されている。1987年の1987年の都市対抗野球では、松本康氏と共に、中心打者として活躍するが、準決勝でヤマハに赤敗。1988年のプロ野球ドラフト会議で、ヤクルトスワローズから5位指名を受け入団。 1989年には66試合で、先発マスクをかぶって、旗真嗣と音声捕手を争うが、非力な打撃と弱型がネックとなった。1990年に、古田敦也が入団して、以降は、出場機会が減少。打者の内閣をえぐるリードは、野村和也監督からも信頼されたが、闘志ふれる性格から、乱闘騒ぎを起こすことも多かった。 1994年を最後に一軍出場からも遠ざかる。1996年に高知県人となり、それまでの背番号33を当時ルーキーだった勝則に譲り、自身の背番号を71に変更した。同年シーズン終了後、現役を引退した。引退後もヤクルトで一軍バッテリーコーチを務めた。2017年からはスカウトを担当。 ありがとうございます。